今からベッド上での食事介助を行います。今回はセミファーライでの食事介助を行います。ベッドをギャッチアップする場合は必ず足元側から上げることを説明してください。食事の場合は、反則貝を取っていただきます。背中側に何か当てるものを当てて、枕を少し手前に引くと本人は楽な姿勢になります。ベッド上に食べ物や飲み物がこぼれないようにタオルを介助側を多めに当てます。でメニューの説明をして提供していきます。麻痺のない口角側からストローを差し込んでください。とろみのついた水分やデザートの提供を想定しています。これも、一口ずつ嚥下を確認しながらご本人のペースを見て提供するようにしてください。この時介助者は立って介助はしないで、椅子に座って介助するように説明してください。以上です。